どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボークガシャ弾いていきたいと思います。弾くガシャはですね、このプレミアムガシャ、まあ第何弾とかは書いてないんですけど、まあ2弾でしょう。そうですね、十三と篠原の SSR が来ています。まあめちゃくちゃ欲しいってわけでもないんですけど、出されたものはね、一応10連以上は弾いていこうと、昔から決めているので、弾いていきたいと思います。この動画を収録しているのが夜中の2時36分なのでね、まあ深夜に誰も弾く人なんていないかなということで、そういう宗教的な考えからこの時間に、弾いております。まあそうですね、別にそんな時間がいいとかそういうのはないんですけど、チケットが溜まっているので、まずチケットからいきましょう。石90個だからな、10チケットが3枚だから10、そうですね、15連ぐらいいきますか。はい、15連ぐらい、いきましょう。じゃあまず、まあ単発でいこうって思ってるんでね、ガシャは落ち、あー来ないですね。スキップ入り見さん、なんかチケットって配布であれだっけ、手に入れられるんだっけ。だ最近めちゃくちゃ石配ってますよね。なんかリリース記念と、あとイベント記念みたいな、あイベント期間中の配布みたいなのも配ってますね。石10個とか普通にくれるんでね。はい、林兄弟のね、兄か弟か知らんけど行こう。あーボックスの方大丈夫かな。さあチケットラストですね。よっ、渋いですね番長さん。じゃあ単発の方に移行していきたいと思います。いやー10連、いや単発だな、単発2回の10連1回。バチバチ、まあ、これは SR なのかな。このバチバチの光が紫だっけ。いやよくわかんないですけど、あー黒岩ね、頼もしいベテラン。さあ、あ、OK、あと11回ってことで、よいしょ。バチバチですね。でもこれも SR かな。黄色なんで、あーなんか持ってるキャラしか来ないな。さては SR 全部引いてる説、いやそんなわけない。いくぞ、よいしょ。バチバチですね。でこれも SR かな。なんかめっちゃ SR 来るな。お前かーい。えっていうか、えこれ演出入らなかったってことは、これ持ってるってことか。え、じゃあ持ってなかったってことか、黒岩も。あれ当てたような気がするんだけどな。あーん、え、なんかすげえバチバチ来るんだけどさ、毎回毎回。なんか確率よくね。SR、SR、SR ってすっげえ来るんだけど。あれ俺これ持ってなかった。あ、案外持ってないんだな。SR コンプしたとかいう嘘ついたやつおる。すげえ、なんかどいつもこいつも見たあれだけど、あと何回だ、全然数えてない。残り30個になればいいんだから8回で、これ入れて8回か。よいしょ。あーバチバチ来るね。どうした、全部 SR 以外引いてない説あるんやけど。やばない、これアヒナミだ、かわいい。単発強になってしまうやろここまで SSR が出てないっていうね。いきましょう、流れ来てるね。あ、深夜2時半から弾き始めるガシャ、流れ来てないっすか。あ、はい、レアですね。これプレミアムガシャでノーマルとか出るのかな、初期のグルカルみたいな。あと6回ですね。よいしょ。最初 SSR が出すぎて、すげえ流れが悪くなったか。いくぞ、おい SR。 いやー渋いね。出ないか、出ないかな。出てほしいんだけど。
ああ、涼子さんか。熟女だ。涼子さん、だいぶかぶって重ねてると思うんだけど、あと4回。ロード入るとかそういうあれある？なんかデレステみたいな考え方だけど。うい、バチバチ。で、SR っていうね。あ、え、SSR じゃん。え、どういうことだ？俺もう基準がわかんねえ、全然。周りのバチバチのさ、色が黄色だったから、SR かなとか思ってみたりしたんだけど。なんだ？やった、重蔵だ重蔵が欲しいっつった。重蔵来るんすね。かわいい。やったぜ。狙いのが来ましたね。 SSR 鈴谷重蔵。なんか毎回 SSR 引いてないっすか？というわけで、まあ、15連引くって言ったんだけど、重蔵引けたんで、ここら辺で撤退したいと思います。というわけで、お疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。